87式砲側弾薬八87式砲側弾薬車は陸上自衛隊の野戦特化の装備する装甲車両である。203mm 自走榴弾砲の導入に伴い、開発された装備で砲弾及び装薬を搭載し、自走砲に随反し弾薬の補給を行うとともに、自走砲に登場しきれない砲操作要員を輸送するための車両である。 203mm 自走榴弾砲を装備した野戦特化部隊に配備されている。試作型である方が和団役者防衛庁では、1984年より、各方面隊直轄の特化大隊の装備する、牽引式火砲の更新装備として 203mm 自走榴弾砲の導入を開始した。しかし、203mm 自走榴弾砲は、車体が小型であるため、 車両本体には砲弾及び装薬は2発分しか搭載できず、また、射撃に必要な13名の要員のうち、登場できるのは5名のみであった。アメリカ陸軍では、弾薬と残り8名の砲要員は随伴する M548 早期貨物輸送車によって輸送されるが、陸上自衛隊では M548 は採用せず、独自に国産の随伴弾薬車を開発。 装備することに決定した。これにあたっては、2 0 3ト、mm、ル自走榴弾砲が更新する装備である2 0 3ト、mm、ル榴弾砲 M2 の剣引と弾薬及び砲要員の輸送に使用されている73式剣引車の発展系を開発して装備することとされ、1983年より日立製作所によって開発作業が開始された。 試作車両は新造したものと73式牽引車を改造したものが製作され、1985年には、それぞれ方側弾薬者、方側弾薬者として完成し、各種試験が行われた。試験の結果、エンジンを 203mm 自走流弾砲と同じ、ものに変更した方側弾薬者の方が、203mm 自走流弾砲に随伴して行動し、 同じ部隊内で運用するには、より適しているとされ、1987年に、87式砲側弾薬者として採用された。砲弾を釣り上げた、状態野戦特化部隊に装備し 203mm 自走榴弾砲に、随伴して継続的に弾薬補給を行う。開発の経緯が示すように、重砲堅引用の73式牽引車の派生型であり、 基本設計は73式のものを流用している。車体全部に操縦席があり、上か前部分は兵員室や弾薬庫となっている構成は同様だが、弾薬庫等のある車体上部は新たに設計されており、車体長が1メートル伸びた分、天輪位置も一部変更されている。弾薬庫には203ミリメートル砲用の弾薬であれば50発搭載できる。弾の用鋼は、 右後部に設置された、揚力約1トンの油圧式クレーンは、203mm 砲弾を最大で10発吊り下げられる。車体後部を自走砲に面して、停止配置した場合、車内のガイドレールを用いて、自走砲の相談機に砲弾を移送できる。自衛用に、車体全部天面のハッチ2棒立て付きの 12.7mm 重機関銃 M2 を備える。 全部の窓ガラスは、スリット式の走行シャッターによって、爆風や銃弾から守られる。73式に、装備されていた、ハイドバミ 203mm 榴弾砲、M2 及び 155mm カノン砲、M2 の野戦牽引用の牽引ブームは、装備されていない。本社はあくまで、砲側弾薬者であり、下砲の牽引員者として用いることは想定されていない。 陸上自衛隊富士、学校陸上自衛隊武器学校北部、方面隊北部方面隊東北方面隊西部、方面隊。ありがとうございます。